Can you give us your first impression of the group overall and your chances of qualifying from it? まあどのチームもやっぱり素晴らしい選手がいて、いいサッカーをしてくる、本当に対戦して嫌なチームだなって思ってますし、まあ、相手からしても僕たちはそう思ってもらえてると思ってたらいいなって思っていて、まあ、僕たちのやってるサッカーっていうのは、まあ、ちょっと特殊な部分もあったりと思いますし、本当に相手としてはやりにくいサッカーをしてるんじゃないかなと思うので、僕たちは自信を持ってやり続けれたらなと思いますし、先のこと考えるんじゃなくて目の前の一試合一試合を大切にして、一つ一つ勝ってグループステージ突破できるようにみんなで頑張れたらなと思います。 You have said you have a special style of soccer. Can you tell us about that?まあ、ボールと人が動いて相手に休む時間を与えないっていうのは本当に、うん、僕たちはスペシャルなチームだと思ってますし、それをやり続けることで、うん、1点2点3点4点で1試合で多く生まれる試合もあったり、もう難しい相手でもずっとボール僕たちは保持して、その中でも人とボールが動いて相手をこう混乱させるというか、そういうことができるチームだと思っているので、それをどの相手でも僕たちはできるという自信があるので、そういうところかなと思います。 Callum McGregor says the team he wanted in the draw was Real Madrid. Was that your own view as well? And what do you think of the prospect of bringing Real Madrid to Celtic Park? まあ僕も思ってましたし、うん、ホームで迎えるっていう意味では本当に僕たちには心強いサポーターがついているので、そのサポーターの力が僕たちの背中を押してくれて、レアルマドリードを萎縮させてくれると信じているので、だからこそ僕たちはピッチの上で僕たちがやるべきことをやって、うん、勝ってみんなをこう笑顔にできたらなと思います。 You mentioned the fans in Celtic Park obviously has a reputation for being that extra bit noisy on a Champions League night. Have some of your teammates like Callum McGregor and James Forrest told you what it's like? 本当に素晴らしい雰囲気になるよっていうのは聞いてますし、もう考えるだけで本当にワクワクが止まらないので、早く来ないかなって思っていて、その中で何分出るか分かんないですけど、プレーができたらチームを助けるゴールやったり、前線からのプレスで後ろの選手を助けれるようにようなプレーができたらなと、こうチームやファン皆さんがこう元気つける、勢いつけるようなプレーを見せれたらなと思ってます。 Do you view this as an opportunity forfor you to show what you can do on a bigger stage or the biggest stage in European club football? 今までもそういうチャンスっていうのはたくさんあって、今回もすごい大きな壁かもしれないですけど、今までもその壁を、まあ、いろんな人の助けがあったり自力で登り詰めてきたので、今回もその壁を破るのか登るのか分かんないですけど、うん、たくさんの素晴らしい選手に囲まれているので、サポーターにも囲まれているので、スタッフにも囲まれているので、うん、すごくいいチャンスだなと思っているので、自分の殻を破れたらなと思ってます。The Champions League seems to be every player's dream. So how will these fixtures rank in your career so far? まあずっと見てた舞台ですし、ずっと憧れてた舞台なので、本当に、うん、日本にいる時からいつかプレーできたらなと思ってた中で、こういうチャンスをいただきたので、まあ同じ心境である日本の子供たちだったり、まあ、いろんな子どもたちにこう夢を与えれるようなプレーができたらなと、頑張ってればそういう舞台にも立てるんだぞっていう勇気を与えれたらなと思ってます。